トイレもできるしね、みんなで楽しく、取れたて海鮮と肉と、絡まして、あとは粉盛りもつけますんで、最高級の食材でバーベキューをやります。広い、はい、お風呂もこういうの2つあります。これぐらいの広さの方がね、そうそうそう、うん、シャワーもこう、シャワーをヘッドをつけまして、あ、すごいシャワーヘッド、そうそう、ここはテーブル席で60人ぐらい入ります。でこう座るやったら80人ぐらい座れます。カラオケもありますね。カラオケもあります。カラオケが嬉しい、うん、カラオケはもう向こうの本館とで2カ所、飲み放題、飲み放題、ここも広い部屋があります。こういう部屋もあります。うわ、27畳の部屋もあります。いや、みんなで一緒に寝たいですね。そうですね、ね、合宿はこういうような感じでやっております。合宿いいな。ここだけで40人ぐらい入ります。で全部で本館とこの第一別館と、今の555で100人近く入ります。100人分、はい、あとはまだこれから行きますんで、うん、でも今回料理良かったら、あの会社、子供らより大人しか分かるん違うか。ああ、大人もよく来ますよね。え、大人もこうクエ鍋とかどんどん来ますから。あ、クエ鍋、はい、クエがむちゃくちゃ美味しいですから。いっぱいです。仕事関係ということは Wi-Fi 飛んでるんですか？ Wi-Fi 飛んでます。あ、電話かかっちゃう。すみません。了解です。はい、ここは全部、これもそうです。い、全部で建物いくつあるんですか？いくつあるのか、1、2、3、あ、9軒あるんじゃないですか。9軒、あ、靴越し、はい、どうぞ。綺麗やのに。そうそう、ここは仕事関係の食堂です。はい、こういうのもあります。まだ次行きましょうか。地図作りたいですね。松林マップって作らなあかん。ここもストロークそうです。え、これも、はい、もうあれですね、全部で、洗濯機が18台あります。18台、はい、で、これはシアカ、これはシアカの天ぷらですね。このこっちの小鉢は、あの南蛮漬けにみかんを、みかん、そう、あ、おみかん、そうそう、みかんと組み合わせしております。どうしてこんなの、これタチオ、タチオ、タチオ、ここ来んだな。こっち、これが楽しみの場合が多い。タチオ、タイ、これで、マグロ、サワラ、アオリイカ、ちょっとこれは、